こんばんは。どうも皆さん、こんばんは。どうもどうも、お疲れ様です。こんばんは。はい、ということで、昨日ですね、昨日というかもう今日というか夜中にあったさよならモーリーさんは皆さん見ましたですか？ぎこちない。見ましたか？見ましたか？見たよって、ありがとうございます。17番の人です。確かに17番ってつけてきたらよかったはい、ということでね、この今日のこのショールーム配信はですね、さよならモーリーさんを見ながら、さよならモーリーさんを見ながらですね、配信していこうと思いますのでですね、そう、実況配信をさ、みんなやってたんだよね。うん、あ、なに、カタカナだよ、だってさよならがこの上のね、私のテロップのね、話ね。よかった、失礼しました。さようなら、これでいいですかね。まだ見てないって人もいる。あ、本当ですか？今日まだ見てないって人もいますかね。なんか TVer、 おイースターエッグ、ありがとうございますありがとうございます。そう、Hulu と TVer で見逃し配信してるらしくですね。それで私もまだ実は見てなくて、今日朝、そう、早かったので、すいません、寝ました寝ました寝たんです。放送してる時間にはもう12時には、多分私の意識は夢でした。うん、そう。でも明日朝が早いからっていうことで、翌日配信でお願いしますって来たから、ホワイトですということでですね、はい、今日配信し見ながら配信を、遅れながらやっていきたいと思います。はい、皆さん見てない方は一緒に見ようと思って、だからそう、準備する時間をね、ちょっと設けますね。 2,3 分くらい準備してくださいどうぞ私はもうね、もうスタンバイ OK ですよ。テレビでも録画してるんですけど、テレビだとちょっと音がね、なんかあれになっちゃうと思ったので、ちょっと端末でね、普通に見れそうなので TVer で見ます。私は TVer です。 TVer は、そう、 TVer にもある。なんかさ、しかもちょっと広告とか入ってこない？広告っていうか CM みたいなね。その時間もちょっとお互い待ってようねCM 来たら言ってね。私は言うから、私は言うよ。うん、そうそうそう。あ、でもそうね、テレビで見る人もいいと思う。 TVer でも見ます。ありがとうございます。今日そう、顔違うよね。なんかメイクやってもらったから顔がなんかちょっと違う気がするけど、中身は一緒です。あー、そうなんだ。一つしか端末ないですって人は、そうだよね、何言ってんだって感じになっちゃうかもね、これ。うん、そうそうそう。じゃあどうですか、皆さん準備できましたか？もう2分くらい経ったかしらね。うん、できた、できたかな。じゃあ見るよ。なんかあんまり
あんまりさあこういうなんかライブとかもそうなんですけどね、あんまりこうまじまじと見てないんで、いつもなんか緊張しますわ、変な感じそう、変な感じですね。でも見ますよ再生ボタン押すからね、いいですか、いいですか。じゃあ5秒前でいきます。5秒前、あ、ちょっと待って、なんかちょっと待ってね、ちょっと失礼、あれちょっとカットちょっと待ってくださいね。お、あ、いけました、はい、いきます、はい、回して、いきまーす5秒前、4、3、2、1 1までいっちゃったよ始まったこのセットやばいこのセット面白くない？私の写真がいいな、これねメンバーの写真じゃないんかいっていう感じの、そうなんだよね、視線感じますもんね、このスタジオ。みーさん、お久しぶりに会いました。何も喋ってないけど、あ、みーさんだーと思いながら見てました。席が遠かったんでね、そう、うん、あ、私いた初回しかできないよね、この企画は みんなのコメントも待ってます。みんなもう見た人はね、もう内容分かってるもんねこれ結構さ、うまく紛れてるよね、絶対私も分かんないもん。うん、ね、もう2回も見ましたって、すごい早い。なんて言ったらいいの、こういう配信って、みんななんて言ってた、こういうの苦手やただ見ちゃうんですけどなんか教えてください、聞きたいことあったらもうコメントしてください、ここで言います。配信してる、これは配信してる、静止画ではないんだけど、静止画みたいな配信だよね、もうえへへ、解説してくださいって、ひどい、本当にひどいよ、今どの辺ですかって
今は 4分、3分50何秒とか。あ、今モーリーさんが出てきましたね。離れていくのかな、本当に離れてないよね、本当。これタイトルだけ、タイトルは詐欺なんでしょうか。でもどんな配信これ、え。あ、そう、びっくりした、この里宮ちゃんだよね、里宮ちゃんこういうキャラなんだっていう、あのびっくりしてました、斜め後ろらへんでびっくりした、こんな感じのこんな感じのキャラクターなんだっていう、うん、面白い、めっちゃ面白い。ズッキーどうした。どうした、おもろい。これさ、ズッキーさめっちゃ困ってたもん。あ、もう早速いや、好きちゃん。です。ですでした。紛れてた方、本当皆さんすごかったよね。でも急な急に上げてくスタイル。自分の見れないわ。今次ダンスのコーナーになりました。マホピョン、マホピョン、びっくりしたんだけど、マホピョン全然普通にノリノリで音楽聴いてたから全然4人のこと見てなかったけど、こんなにキョロキョロしてたんだね、マホピョン。ダンスうまい。わかんないよね、確かに。わかんない、わかんない。いや、なんかマホピョン怪しい。マホピョンはわざとでしょうか、わざとなのかな。
も偽物、あ、偽物って言われてたっけ。マホピョン狙ってるのかな、これ。確かに疑惑出てますね。あ、誰だったっけ、二人目。そうだ、真帆ちゃんだ。マホピョン、マホピョンは番組センターにもなりましたからね。かわいい。やっぱりすごい後ろの気になるな、セットが。これでもずっとこのセットでやっていくのかな。視線感じるよね。そうだよね。優しい歌声だよね、ラーミンって。かおりちゃん、稲垣かおりちゃん。私いたね。あ、いるいる。かわいい。かわいい。まあ年上なの本当に知らなかった、最近まで。びっくりしたよ。めっちゃ困ってるやん。
普通に歌えてる面白い。いやそうなんだよ、呼ばれると思ってなくて緊張したよ。レミちゃん、レミちゃん、レミちゃんね、これ歌この3人呼ばれて前に出るときに、やばい歌詞がわからないかもですって言って SOS の目してたの。でもどの曲ならわかるんだろうと思って、どうしようってなってたの。でもこんなハキハキ喋っててすごいと思って、空き時間いっぱいおしゃべりしました、レミちゃんとそうね、堂々としてるよね。初めてのだってバラエティだもんな、こんながっつり。多分レミちゃんめっちゃ緊張してた、可愛かった。あ、これなんかあれだね、 CM とかないんだね。今あるかなっていう雰囲気やったけどなかった。皆さんもう私始まっ、あ、もう私呼ばれた、あ、 CM 流れた、待った方がいいかな、やばい、めっちゃ私映ってる今。え、 CM なかったんだけど、そうだよね、今絶対 CM の バージョンだよなって思った飛ばして、みんな、みんな飛ばして、いやもう私や私がもうじゃ進むよ。今もう16分30秒ぐらいです。飛ばしてる私なんで CM なかったんだろう、飛んでったんだけど入ってないんだね。大丈夫、飛ばせないんだ。あ、テレビ勢は飛ばせるかな、録画勢へえ、いや、もう今初めて見てるんだけど、なんでだろう。いいですか。あ、皆さんいいですか。じゃあもう私進みますよ。AKB でしたああ、そうそう、なるみちゃんって呼ばれるのあんまりあれなんで、皆さんもぜひなるちゃんって呼んでくださいね。
めっちゃ印象残るね。面白いね。うまいよこの子、めっちゃうまかった。ハキハキ喋ってる。私よりトークできてるよ、もう絶対に。すごいよね、ハキハキすぎて。うん、ニコニコ映画のひーちゃんこと本田ひとみです。そう、それはすごい。あ、最後はあ、どうだったっけ、誰選んでたっけ。絶対品川なんだよな。あ、違うわ。あれ、まあ、キスバイエイトの、これキスバイエイトは、あ、これ広告？あ、これ CM？ あ、これ CM？ 終わった。最後のジャッジ行くよ。あ、そうだ。最後はね。最後はそうだったんだ。じゃなかった。アイドルだよね。うん。あ、皆さんアイドルだったよね。あ、じゃあアイドルじゃない方もいたんだ。すごかったな。うん。うん、アイドルさん、アイドルさんですね。びっくり。あ、あ、あ、もう飛んでったかな、これ。
元彼です。うん、びっくり。本当になんでここにいたんだろうね。かわいいれんちゃん。はい、終わりました。全然喋ってない気がするんですけど、終わっちゃいました。喋ってました、私。まあ1分無言はなかったかな。はい、ということで、はい、ありがとうございます。見ましたね、見れましたね。はい、ということで、はい、ということで、さよなら毛利さん、さよなら毛利さんですね。これから毎週木曜日の24時59分からあるので日本テレビで放送されますのでですね、ぜひ見ていただけたらなと思います。次週もいます。暴露カーリングということで、暴露でございます。暴露系でございます。ですね、あ、もう放送直後から Hulu と TVer で見逃し配信ができるそうです。見逃し配信があるので、はい、放送されてない地域の方もいるのかなと思うので、はい、そしたらぜひHulu、TVerで見ていただけたらなと思います。そしてですね、あ、今日の8時からショールームで番組と連動したエピソード動画も公開。エピソード動画とはショールームの新機能。そうなんだ、新機能、ショールームに新機能が誕生してる。生配信じゃなくてアーカイブみたいな形でエピソード動画があるそうです。もう上がってるのかな今ね、このショールームで。20時からなんで、もう上がってると思いますんで、ぜひ終わったら見てください。はいね、 MC は MC みーさんもいて楽しいですね。はい、見ていただけると。マホピョのセンターもどうなっていくんだろう、どういう意味なんだろうっていう感じではあるんですけど、はい、見ていただけたらなと思いますね。まあいろいろとハッシュタグつけて感想をぜひってハッシュタグ AKB さよならモーリーさん、あ、ここに書いてあるやつ、これにハッシュタグつけて、ハッシュタグ AKB さよならモーリーさんでぜひ、はい、ツイートしてね。はい、はいはい、ということで、これからもさよなら毛利さん見てね。こんな感じで大丈夫なのかな。全然喋れなかったけど、あ、でもそうですね、初回にして本当に初めての1本目の収録だったので、あれが初回にして、間違えてもらえて逆にありがたかったと言いますか。安心しました。よかった、あの映ったっていうのがあったので、はい、まあ、これから、はい、絡んでいけたらなって思います。はい、ありがとうございました。ということで、一旦この配信閉めますね。閉めます。ありがとうございます。ね、普通に配信したいけど、このまま
くっつけて配信しちゃダメなのかな、どうなんだろうね。あと10分15分くらい喋るかじゃん。いやなんかわかんない、この何これだけで終わらせた方がいいのかな、わかんないんですけど、配信いっか、そのままちょっと喋って、問題ない、大丈夫かな、 OK、 じゃあちょっとだけ喋りますね。ちゃいましょう。うん、あでもねあれですわ、ここで言っていいんだったらあれですけど、あの YouTube 上がりました、多分 YouTube 見てねってこの配信の1時間前ぐらいに私多分告知はしたんですけど、ナルタを見てねってナルタを、あ見ましたか、ありがとうございます、まだの方はぜひ見てね、ここで言っていく、これでもさよならモーリーさんのこの間の裏側ですね、しっかり裏側、最近あんまり裏側がさ見れる機会がないよね、ゲビって、こういうもうなんか個人のチャンネルって感じ、うんね、編集頑張ってもらいました、俺はスタッフさん編集なんですけど今回は、うん、なんか今回はあんまりこうがっつり編集な感じじゃないパターンにしてみたんです実は、でお願いしますっていうなんか初めてな感じというか、ちょっとなんかナチュラルな、仕上がりなんじゃないでしょうか、なんか化粧メイクの話してるみたいな言い方になったんですけど、動画ね結構ナチュラルじゃない、そうあんまりそういじらない感じで、はい、バナナめちゃめちゃ美味しかった、あれバナナジュースにしてバナナジュースにしました、全然意味伝わんないと思うのでぜひ見てくださいね動画、うん、なるちゃんめっちゃメイク早いんだねって、なんかさすごいさっきからさなんかちょこちょこ来てるんだけど何情報のその、そしてそれをなんで確認するの、メイク早い方だとは思います、あ田口ですか、田口情報、メイクは確かにちゃちゃっとやるときは本当20分ぐらいで終わらせちゃうので、確かに早いのかな、早いと思います、でもあでもそうね早いけどもっと丁寧にやんなきゃなって最近でも本当に思ってて、こだわりが本当にないっていうか、なんか結構これってメイクをもう一生やってるってぐらい同じことしやってるのでやめなきゃと思って、そう最近っていうかマジ本当に今月に入ってから急激にコスメを買ってます、なんかちょっと考えようと思ってちょっと考えようと思ってですね、もういっぱい買いました、10個ぐらい今買いました、なんかいろいろと、でも使い方がわからないから買ってもダメなのよ、そうなの、だからとりあえず買ってなんか
YouTube、 それこそ YouTube とかで使ってる動画を見ながらなんか真似して見てます。なんかこんな感じですかって。うん、そう、だから今日もあれだよね、もう撮影したのはお昼とかだったんですけど、そのメイクをちゃちゃっといじっただけだから、ま、うん、今日は3分メイクですよ、自分がやったのはね。ベースはやってもらってるのであれですけど、うん、でもさっきあの、そう、さっきね、あのゆきさんのあれ見てました。今日ゆきさんがあの川北さんってあのメイク有名な方がいらっしゃるんですけど、そのなんか配信イベント、イベントみたいなのをやってて、メイクされるやつ、情報がマジで下手くそ、伝わったかな。イベントがイベントやっててですね、メイクのやりながら配信、はい、それをあの見てました、さっき YouTube でそう、へーって思いながら、そう、川北さんのなんか&B っていう、そう、ブランドのコスメも何個か買いました最近。はい、5個ぐらい買いましただからちゃんと使えるようになろうと思って勉強してました、この配信になるまでそう、急に、そう、スイッチ入ると急にね、なんか勉強したくなったりするんですよね、なんかね、うん、ゆきさん呼び、あ、ゆきさん呼びがなんか変な感じがする、なんかわかんないです、ゆきりんさんっていう方とゆきさんっていう、なんかどっちが敬ってるんだろうと思った結果ゆきさん呼びになりました。なんかゆきさんってだよなと思って、よく考えたら、はい、でも結構前から呼んでる気がするけど、はい、ですです、やる気スイッチ次第ですかって、ほんとそうかも、やろうと思ったら確かにやるタイプだなっては思います。うん、今日は歌いますかって、歌いません、喋りますこないだ歌ってたんでね、私多分1個前の配信で、前回の配信で、うん、明日はお話し会ですね、うん、お話し会皆さん来ますか。私はですね、2部から参戦です。喋りますか、明日も考えてね、なんか何喋るか考えてきてね、もう決めてますか。まあ、いろいろありましたからねっていうか、まあ、はい、あるので、ぜひ、なんか6部に行くよって人多い、6部、待ってます。明日の服決めましたか。今迷ってます、ワンピースかセットアップか、何にしようかって感じです。春服なんかちょっとだけ入手したって感じ、可愛いけどなんか迷っちゃって、どれ買おうってなってる間に春が終わりそうなんですよね、もういつもそう。そんで夏はなんかずっと
夏もなんか気づいたら終わるし夏はいやおしゃれしようとは思うんですけど、なんか日焼けの方を気にしちゃって、マジでいつも肌出さないんですよね夏って。だからいつも汗だくなんだよね。明日は今日より暖かいやって。あ、そうなんだ。セットアップいっぱい持ってるのって、あ、結構なんかセットアップって楽ちんなんで買いますね。もう日焼けしたくないみたいな感情が第一に来ちゃう。でもさ、ワンピース着てもさ、セットアップ着てもさ、上しか見えないのがお話し会だよねあ、うさぎ。そうだからね、あの握手会の頃はこうみんな全身さ見てもらえる気あったっけ。そうちょっと今日喋りどうしたって感じなんですけど口が回ってないよねさっきから全然喋れてない。そうあのそうなんです。だからいつも迷っちゃうんですよね、ほんと。え、今日ね、多分ね、疲れてるのって、あの、疲れてるんじゃなくて、疲れてるっていうか、多分ちょっと睡眠不足でこんなにさ、ダイレクトに響くやついるかってぐらい響いてるよね、なんか急に。わかんないけど、まあ、でも5時ぐらいに本当に起きて、で、なぜかそう、移動も寝なかったんですよ。移動2時間ぐらい移動あったんですけど、そっから往復4時間 寝なかったんですよ。それもあってか、確かにちょっとあのもしかしたら睡眠不足かもしれない。寝れば大丈夫。なんで寝なかった、なんか行きはすごい、行きはなんかもう行きはルン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 っていうか、どんな感じかなって、あと外を眺めながらあの眺めるのが好きで、ずっと外見てたら寝てなかったですね、気づいたら。はい、遠足みたいじゃん。そう、え、でも本当にいいところ行ってきたんですけど、帰りもそんな感じです。はい、オフだったら何しますかって、オフだったらとりあえず目覚ましかけずに寝るって決めてますね。はい情報解禁、そう、待っててね。そう寝ますね。とりあえずずっと寝て、でなんか部屋をこってり片付けるのが好き。なんかもう休み時間ある時にしかできないじゃないですか。で割とさ言うて 2,3 時間ぐらいで終わるじゃないですか。こってりって表現違うか、とっても片付ける、大変片付ける、しっかり片付ける、あ、それだ、それかも、しっかりだわ。ああ、なるほど、なんか違うなとは確かに思ったんだけど、伝わるならいっかみたいな、もう口に任せてます今もう。はい、もうここはちょっと寝不足でもう言葉のさボキャブラリーがなくなっちゃってるよね、ほんと。まあそういう感じです。あとは散歩します散歩本当によマジでよくやるし、今日もなんかちょっと歩こうと思って、まあ、歩いたら、まあ、1万歩歩いてたかな今日。そうです。結
構平均1万歩ぐらい歩いてるかも。なんか好きだから休みの日でもなんか動いてたいんですかね。あと休みのことをなんか時間埋めなきゃって思っちゃうの私だけですか。なんかあの休みの日にぼーっとソファーにいる日も、まあ、あるんですけど、それだけで終わらせたくない感が出てきて、なんかこう、まあ、例えば本当11時とか12時ぐらいまで寝たとしても、寝て起きてご飯食べて3時とか4時ぐらいまでこう、まあ、ソファーにいたとしても、その後になんかいやこれじゃいけないような気がするってなって、なんか散歩し始めるんですよなんか体を動かしたくなるのかね、動き出したくなって、なんか外に飛び出したくなって飛び出すんですよね。うん、そうそう、なんかね、なんかそうなんですよね。なんかしたくなるんだろうね。うん、何もないんですよ、用事は。用事ないのに外出てるんです、なんかもう、うん、なんか、ま、なんか一日携帯見て終わったりとかする時ももちろんあるけど、そういう日なんかもうすっごいなんかちょっとこれじゃダメだよなみたいな気分になって大変寝つきが悪くなるんですよね。だからなんかしないとダメなんですよね。だからもちろんいっぱい寝たいっていう気持ちはあるんですけど、いっぱい寝たいって気持ちがあるけど、なんかそれだけじゃダメらしいです私は。うん、そうなのね。なんかしたいんだろうね、ほんと。うん、日付変わってからじゃないと寝たくないタイプでしょ。そんなことはないんですよサイクル的にそうなっちゃうんだよね。なんかコロナ禍であんまりこうお仕事がなかった時期の時は割と本当にね12時前には寝てたんですけど、そういうサイクルはできたんですけど、始まるとさやっぱなんやかんやしてると寝れないですね。だから今日も本気でこっから頑張ればワン、まあ、寝れることもあると思うんですけど、12時より前もう超えちゃうんですよね。うん、なんやかんややってますとですね。最近料理してますか？最近はしてないです。それを料理というのかって言われるから、じゃあゆで卵作りました、それは料理じゃないって言われる場合もございますのでね。ゆで卵とか、じゃあ納豆ご飯は料理じゃないですか納豆ご飯とか卵かけご飯とかね。卵かけご飯は最近食べてないですね。嘘ですね。あ、何したかな。あ、お茶漬けとか。お茶漬けはもう作ってないよね。親子丼は確かに、親子丼は作る、たまに。親子丼ぐらいだからさ。でも親子丼しかたまに作るそうなんだよね。うん、お茶漬けですね。うん、あとまあお仕事してるとね、自炊しなくともご飯をいただけるっていう、ほんとありがたいことに。うん、お弁当という手もありますんでね。はい、親子丼作るのすごいって言われてる。そんなすごくない、秒で作れるよ、みんなも秒です。作り方を覚えました、秒です。うんうん、簡単に食べれる。
あ、なんかお肉買ってきたら私はすぐ冷凍しちゃうんですよね。とりあえず切って冷凍しますね。食べやすいサイズに切ってグラム分けして、細かいよね、細かいなと思うけどやってるんですね。だってね、絶対に腐らせる自信はあるんです。だっていつ作るかわからないんだもん、自分が、うん、なのでそう、いつも 100g ずつぐらいに測って冷凍してますね。そういうとこちょっと確かに細かいとこたまにあるんだよなって思います。うん、そうそう、うん、で測るのって細かいよね、細かいよなと思いながら、もうこれはでも絶対やるんですよね。なんかでも多分それは一パック使うことってあんまないんですよね、料理で一人分作るってなると。だからグラム知りたいじゃないですか。うん、そうそうそう、だからちゃんと調べたくなって、はかりで測って、そう、目分量ダメです、目分量嫌いですね。嫌いっていうか目分量を信じてない、自分の、信じれない自分を、目分量とか自分無理やろって思ってるっていう感じです。まだそこまでじゃないだろうって。だって私の、あ、私んちは普通だって、ママとかは普通に目分量だと思うんですけど、あんま測りで測ってるのは見たことない気がする。目分量できるようになったらそれはもう料理できる人だと思ってます、うん、線引きとして。でも私は目分量だと恐ろしくて怖いです。どんな料理が出来上がるのか怖いので、ちゃんと測ってですね、測らないとダメですね。大さじも小さじまで使います。小さじ2分の1まで使ったりします。はい、なんでも無理なんす。目分量いけてる人いたらもうすごい、すごいよね目分量は。だから料理とかで本当絶対にね、これは目分量でっていうコーナーとか苦手です。なんていうの、なんか少々って何ですか、少々ってでなっちゃう。塩少々は分かるんだけど少々って何ですかってなっちゃうタイプなんで、分かりやすく言っていただけるとね。お好みでとかね、あ、確かにね、まあそれはお好みで、まあ入れても入れなくてもいいってことなんだろうなっていうあれですけども、ちゃんとね見ちゃいますね。はい、料理動画見たいです。だって信じられない、どうなっちゃうんでしょう。下お手料理できんのかな、知らんわ。確かに、もう9時だね、そろそろ配信を終えようかなと思ってます。はいね、もう9時だよ。1時間経ったってことですよね。ドボンの話してる、ドボンのタイムよ、ほんとドボンタイムが始まる。この配信終わったらドボンタイムに移行しよう、私はそうするよ。早めに寝てね、だってありがとう。そうでも本当に早めに寝たい今日は。だってさ、うん、さっきも言ったからね、
同じ話し始めたからもう本当に配信やめよう。うん、明日喋れなかったらもう終わりですよ明日。もうね、お話し会の日は絶対しっかり寝るっていうのが目標なんです。あのお話し会の前の晩は絶対私は早く寝るっていうことを心がけてやってますので、はい、絶対に早く寝ます。はい、みんなといっぱいちゃんと喋れるように、頭が起きてるように喋ります。そうね、案外喋ったよね。確かに普通の配信終わってからも、もうこのテロップ意味がないことになってた。あは、ということで改めましてありがとうございました。1時間お付き合いいただき、じゃあ読みます。13位、リンゴアットマーク、 Thank you 青森、ありがとうございます。12位、立山元気アットマーク、ミニオンさん、ありがとうございます。11位、ケンタ、いきなりせいやさんの認知は取れねえだろうよい。そうだよね。あ、待って、私飛ばした？飛ばしてないか。あ、失礼。10位、川和真さん、ありがとうございます。9位、ペイちゃんアットマーク、またあ、はい、間違えて一瞬止まりましたね、すいませんでした。また明日。8位、プチコさん、ありがとうございます。7位、ニシちゃん、ありがとうございます。6位、チームヨンちゃん、ありがとうございます。5位、筋肉愛好家さん、ありがとうございます。4位、ミャオイさん、ありがとうございます。3位、はじめとマーク、お話し会ワクワクで眠れません、寝なさい。2位、ナッチアットマーク、8部で会いましょう、会いましょう、8部ね。1位、ケンタアットマーク、ビーズでいいのかな。3、ありがとうございます。何このなんか称号みたいなやつ、称号ですかこれ、なんか左上の、今気づいたんだけど何これ、ちょんちょんちょんってコアラかと思った、遠くから見たらコアラじゃなかった。何これ、なんかついてるよね、ファンレベルって新機能だって。ファンにレベルなんてあるんか。まあショールームを見てる人のレベルってことだよね。すごい、なんじゃそりゃ、すごい機能だ。ということで明日はお話し会です、よろしくお願いします。はい、じゃあお疲れ様でした、ありがとうね、見てくれて。このあとドボンタイムしますということで、ドボンで会いましょう。そして YouTube も見てね。おやすみなさい、ありがとうございました、バイバイ。